皆さんこんにちは、村人のゆっくり霊夢です。皆さんこんにちは、村長のゆっくり魔理沙だぜ。今日もこのあんこもコール玄関の大地からの脱出を目指して頑張っていこう。前回は囚人区画に太陽光発電で電気を通したところまででしたね。あれから数日が経過し、この土地に来て2度目の冬将軍が到来しているところだぜ。そろそろ今年の栽培も終わりですなぁ。急いで刈り取らないと、寒さでわしやジャッカルさんが植えた作物が凍死してしまいますぞ。うむ。収穫可能な段階まで育った作物については、ガンガン刈り取って保管庫に放り込んでおいてくれ。あやい。ん？どうした？いえ、なんでしょう。この感じ、この燃えたぎるような情熱は、今のわしならアシュラすら説得できそうな気がします。ついに寒さでおかしくなったか。刈り取りは私がやるから、お前は休んでおけ。いえ、それよりもわしは友さんとお話ししてきます。いや、お前は看守じゃ。友さん、ほら、朝ごはんです。女神が来ましたよ。おかゆをまるで逆マーライオンみたいに流し込んでいきますからね。友さん、わしのおかゆを食べた以上、もう友さんとわしはずっともです。従属なんてやめて、今すぐにわしら UIS の一員になりましょう。いや、友にはまだ反抗心が残っているから無理だぞ。村長、そんなのはごたくです。わしの愛ある説得は、そんな道理なんて無理やりにでも押し切ってみせます。いや、そうは言っても無理なもんは無理。おお、クックフー。やはり、最後に物を言うのは愛と真心なんですなぁ。いや、そんなはずは。ん？なるほど、そういうことか。ふぅ？友さんの勧誘が終わったら、このわしのリビドーも少し静まってきました。どうやら霊夢には勧誘意欲のデバフがついていたらしいな。勧誘意欲？うむ。モニターの前の皆さんにも、今日はなんかやる気が起きない。って日や、逆に、今日はなぜかやる気が満々だって日があるだろう。ないか、村人も同じなんだ。その日その日で何かの作用に猛烈な意欲が湧いてくる時がある。今日のわしの場合は、それが、勧誘、だったわけですか。その通り。勧誘意欲があるものの交渉は、以前に話した反抗心の数値を、完全に度外視して 100% 勧誘成功させることができる、くる。わしは一体どこまで成長していくのでしょう。村長、わしはわし自身の伸びしろの多さが若干怖くなる時がこれからよろしくな。とも、UIS は人物採用である。前科、職歴など一切関係ない。今日からはもう中毒ではない。UIS の鉄砲玉、友になったのだ。UIS は鉄砲玉を必ず回収して、無限に再利用するからな。覚悟しておけよ。新加入した友には建築見習いとして囚人部屋の仕上げを手伝ってもらうぜ。友さんは建築に関心があるみたいですからな。わしほどではないにしても、作業を続けていけばすぐに上達してくれるでしょう。従属にいただけあって戦闘スキルも高いようだ。とりあえず、グレート棒の用品を持たせておくか。いいんです？何がだ。友さんはクソったれ従属の元構成員ですぞ。武器を持たせても大丈夫です。霊夢。はい、心配するな。UIS の洗脳は完璧だ。あいつの心のクリーニングはもう終わっている。私が私の目で見て選別し、ウェルカム UIS の判定を下した以上、友は UIS の一員だ。ですな、わしも少し神経質になりすぎていたかもしれません。出身の差で待遇を変えて、奴隷扱いしたら、それこそ蛮族の赤の崖家族と変わらなくなるしな。闘村に奴隷は必要ありません。UIS 村のモットーは、うむ、博愛である。まあ、それでも救えない奴はデク人形だけどな。台無しですぞ。今日はもういいぞ、キツネザル。ご苦労さん。村長、雪ですよ、雪。雪が降ってはしゃぐようなとしか。いつまでも美容女の頃の思いを忘れない、それがわしですからね。寒波も本格的になってきたな。一年前と違って、一枚布にパーカーを羽織るだけで喜んでいた頃よりはずっと快適だ。ジャッカルさんが編んでくれた襟付きシャツにズボンだけでも、一枚布より格段に暖かいですからね。あれはあれで、夏場は蒸れなくていいんだがな。そういえば、この筒状の赤く光る装置が、昨年に言っていた電気ストーブなんですよね。うむ。これで空気を温めてから、この換気口で角度っ挙棒にそのポカポカ空気を流すんだ。ん？なんだ、この時代遅れな原始人は。闘村の友好派閥、自称温厚な蛮族のンガムボクソス部族から来た、旅人さんのようですな。ああ、確かチンパンジーが族長をやっている。布をゴリラさんですね。そのゴリラが族長をやっている派閥か。トレーダーではないようだな。ただ単に休憩したいだけか。フォーマンセルですな。アホ踊りさんが先導しているところを見ると、彼がリーダー。ナルトで言えば畑かかしポジションのようです。なんでもいいが、寒波が到来していて外気温マイナス10度だぞ。アホ踊りさん、死んでしまうんです。まあ、手や指が落ちるくらいじゃないか。どうしましょう。助けますか、面倒だが仕方ないな。この村の周辺で怪我や死亡をされると、そのなんとかゴリラとかいう族長が、お前らがうちの組員やったんちゃうか。って、何癖をつけてくるからな。わしらは何にもしてないんですけどね。というか、すでに喧嘩でボロボロだしな。まあ、そのうち勝手に出ていくとは思うが、一応注意だけはしておいてくれ。あいあいさ。
雨が夜更けすぎに、雪へと変わるだろう。私的には冬の歌というとこれだな。霊夢くん、緊張しなくていいからね。はい。仕上がりました。うむ。これが逃走で正真正銘、初のベッドである。わしの自信作です。おそらく幻の一品クラスのハイエンドベッドに仕上がっているはずです。スマホで言えば iPhone 11。なるほど、ぼったくり価格か。じゃあ、事前に言った通り、これが良品未満の格安スマホ品質なら、霊夢は寝袋生活な。はい、手応えはありました。うむ。その心意気やよし、それでは言うたよ。ドラムロール開始だ。イエスマム。ハロハロ文明開花。良品以上という条件を余裕で乗り切ったわし、アーティスティック DIR の霊夢ですが、その調子で一気に囚人区画の家具配置を済ませましたぞ。まあ、ギリギリだったわけだがな。よくやった。早速キシーには囚人部屋に移ってもらったぜ。テーブルと椅子も配置してあるんですねー。ある意味で私たちの部屋よりも豪勢だよな。冬の栽培ができないシーズンを利用して、他の村人たちにも手伝ってもらいながら、一気に村の住環境を刷新していこうか。あいあい、最近、地味に皆さんの身上値も下がっていましたので、ベッドや家具付きの綺麗な部屋に移れるのは非常に嬉しいところですねー。うむ。普段建築に慣れていない村人も参加することになるので、相応に失敗も増えるだろうが、まあ何事も経験だ。重要なところは私と霊夢でサポートしつつ村の拡充をパッパと進めていこう。あいあいさー。はい、ここで村長から愛すべき村民の皆さんに悲しい連絡です。突然何なんです？皆さんがこれまで慣れ親しんだ寝室、全部壊します。私も悩みました。ちょっと壁を広げてベッドを置いて。はい、リフォーム完了。それでお茶を濁そうかなって。村長、本当に悩みました。3秒くらい悩みました。だがしかし、理解、分解、再構築がものづくりの基本です。より良い寝室をこしらえるためにも、ここは勇気を持って、古参メンバーの寝室、叩き壊しましょう。いやいやいや、わしはベッドだけ置いてもらえればそれで。村長が叩き壊すと決めたとき、すでにもうそれは終了しているんだよな。わしのマイルームが更地に。建物を壊すときには、必ず屋根を外してから、じゃないと労働災害が発生するぜ。はぁ、とりあえず、寝袋を工作室に移しましたが、新築の寝室が完成するまではその状態で我慢だな。私も相部屋は正直きついが、村人全員で頑張って耐えていこう。仕方ないですなぁ、ん。なんか違和感か。さぁ、それじゃあ村長、設計していくぞ。とりあえず、発電室とキッチンの拡張工事を行ってみたぜ。おお、わしの霊夢ズキッチンが広くなりましたなぁ。家を建てるときには、キッチンを中心に発送するのが大事だ。それどこ情報です？結婚できない男だ。まあ、確かに人数が多くなってだいぶ手手間でしたからねー。太陽光発電3基なら、かなりの量の電気を発電できる。この発電室の周りを囲うように村人の寝室を建てていくぜ。こういう建築風景って、ずっと眺めていたくなる不思議な魅力があるよな。普段建築に参加していない方も、頑張ってチャレンジしてくれていますねー。コンポーネントや貴重な資材が絡んでいない建築なら、こうやって村人総出で建てていった方が時間短縮できるからな。それに、多少失敗しても自分たちの家は自分たちで建てていく。この方が愛着も湧くってもんだろう。1、2、3、4、5部屋しかありませんな。とりあえず、今回は5部屋だ。あぶれた奴は囚人区画の部屋に仮住まいしてもらうぜ。それでも一人あぶれますなぁ。あれ、なんかこの会話、去年もしたような。心配するな、あぶれるのは村長であるこの私だ。村長、こういう時に割を食うのも、村長である私の仕事なのさ。諸君らは冷暖房完備の新築個室でゆっくりと体を休めるがいい。さすがにもうその手には乗りませんぞ。こうやって村人全員で床張りというのは UIS 結成以来、初めてのことですなぁ。そうだな。考えてみると1年なんてあっという間だったな。壁が木から石材に変わり、松明や焚き火が電気ランプと電気ストーブに変わり、氷点下まで冷やせる食料庫まで作れるようになりました。だが、終着点はそこじゃない。あくまでも我々の目的は宇宙船の開発だ。2年目も終わり、もうすぐ3年目になりますが、あとどれくらいの時間がかかるんでしょうねー。どうだろうな、マイクロエレクトロニクスの研究が完了すると、山を一つ越えた感じになりそうだが、まあ、人員も増えてきたからな、寄り道的な研究を入れて、もうあと数年はかかると思うぜ。ふむ。やはり、原住民が宇宙船をゼロから作ろうと思うと、それなりの時間がかかるんですねー。うむ。個人的にはもっと早く脱出できると思っていたんだがな。やはりロケットを飛ばすのはそんなに簡単じゃないぜ。まあ、目の前のことを一歩ずつこなしていきましょう。それこそがわしら UIS のモットーです。ふふ、わかってきたじゃないか。その通りだ。もうすぐ床張りも完了しますなぁ。うむ。
あとは別途を配置していけば、最小限ではあるが、文明人らしい寝室の体裁は整うな。ところで村長、一つ質問があるのですが、なんだい、しれっと立っているこのひときわ大きな部屋は、一体全体何に使うつもりです？もう付き合いも長いんだから、聞かなくてもわかっているだろうに。村長、まさか、娯楽室だ。え、だから、娯楽室だ。いい加減、娯楽がフープストーンだけではみんなも飽きただろう。キッチンの隣に娯楽室を建てて、そこにいろいろな娯楽設備を置いておくので、村人諸君らで自由に遊んでくれたまえよ。そんな。なんだろう、最近こうして夜中に一人作業をしていると、さっさと寝ろよ、出られないだろう、という遠佐の声が聞こえる気がするんだが、まあ、そんな遠佐の声は私にとっては子守歌に等しい。無視して通路の舗装工事を続けるぜ。村の端のこの場所は、どうしてもキッチンまでの距離が遠くなるからな。こうして道を整えてやることで、億劫な移動時間も多少は減らせるだろう。なんだか寒くなってきたな、嫌な気配もするし、明日霊夢のやつに塩でも巻いておいてもらうか。よし、我ながらよくできたぜ。何がです？村長、ベッドだ、ベッド。霊夢の建築スキルも確かにレベルアップしているが、私もすでに惑星代表クラスの腕前を備えている。おお、名品のベッドですか。いいですなぁ、誰が使うんです？ふふん、愚問だな。そんなの決まっているだろうに。あ、はい、この1年で一番頑張った人間にくれてやろう。え、他の村民からの意義も出ないだろう。本当にいいんですか？いいんです。ありがとうございます。何でも名品のベッドはより睡眠の効率がアップするらしい。これを使ってより効率的に睡眠をとれば、一日のうちのほとんどを労働に使うことができるだろう。はい、わしは馬車馬並みに働くことで有名なおまんじゅうですからね。これからも皆さんのために美味しい料理や使いやすい家具をたくさんたくさんこしらえていきますぞ。まあ、あまり無理をするなよ。惑星脱出までには村人全員のベッドをより高品質なものにアップグレードするつもりだ。 UIS 村は睡眠の質でもリムワールドでトップオブトップ、これを目指していこう。あいあいさ。それでは、村人各員にベッドが支給されるのを眺めつつ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。